どうもこんばんは、ピヌさんです。対抗立志伝5やっていきます。よろしくお願いします。織田家がですね、まあ4つに分裂しました。まあ羽柴家、羽柴は割と近畿抑えましたね。あと柴田家はですね、関東を抑えてました。まあそして本家本筋の織田家、あとは信孝の方の織田家ですね。まあ基本的に柴田家ってまあ大体この辺なんですけど、北条がいなくなったからか、関東柴田家にほぼ取られまして、じゃあこれからまあ大名、会社でいうところの社長になった秀吉は何をしたらいいのかというところで、私ちょっと考えたんですけど、まあ優先順位はまだ定まってないんですが、まあとりあえずこの辺に一つね、家老をね城主にして一応防衛に当たらせつつですよ、中国とこの四国の極め抑えつつですが、まあ一応長宗我とも和睦して、あと、浮田家、そして、毛利家とはね、同盟関係にあるんで、ここも親善を強くしつつ、史実イベントであるところの柴田家、そして織田家の対策を考えるというのが、筋なのではないかなと思います。可能であれば、柴田、もしくは織田家とも同盟を組みたいなと思います。それに合わせて内政もしていくんですが、まずは治安をですね、維持させないといけないなというのが第一。そしてまあ余裕のある武将に関しては、方々の城を回って、まあ増築と補修と石高上げるとかですね。そうしたことをやっていきます。そして秀吉はもう社長になったので、まあ基本的には外交ですね。外交とか営業、そして管理を中心にすると思います。まずは一旦ですね、まあ城主を誰にするか、まあ四国と中国地方の管理を誰かにさせたいので、それを選びましょう。その後、評定をやってですね、表情をやって、自分の周りに置いておきたい武将と、あとは、他のね、城主に寄り木として出す武将を分けないといけないかなと思いますね。また、城主に対する指示ですが、どういう指示ができるのかっていうことを考えたときに、まあ、基本的にはですね、城下発展と軍備増強でいいと思うんですね。なので、そうした指示を送ります。それが無難じゃないかなと思ってますね、とりあえずは。なるべく穏便にやろうと思いますので。まあそうですね。とりあえず、城下発展にの指示を出して治安を維持した上で軍備を増強していくという形を取りましょう。なのでひとまずはこの今いる上司に対して実行命令出します。はい、配下の上司に対して城下発展の指示を出しました。そしてですね、城主を2人任命したいですね。四国担当と中国担当ですね。まあ、神月城あたりがいいが、まあ、沖潮城あたり一歩引いたところを拠点にしつつ、問題は誰かなんだよな。清正、官兵衛、あと高山さんもね、結構使えるので、半兵衛とかね、影綱か。影綱、
まあ生き残ったからね。でもちょっと72歳病気がちか、ちょっと孤独丼も残したいしな、藤高も残したい、宇治吉、久秀能力育ったんですけどね、久秀だな。そして久秀をここの4つの城に配置するので、その設定をします。はい、久秀の設定が終わりました。次四国ですね。四国もまあ蘇合城かな、遊佐信則、遊佐かな。遊佐も生き残ったね。1572年に亡くなってるはずなんだけど、生き残りましたからね、頑張ってもらって。遊佐はまあ四国担当に設定します。これ一応城主を設定したものの、秀吉がこう遊撃隊的な役割で、あ、間違った、遊撃隊的な役割で、自分の担当の城ではないところに対して内政に関与できれば一番いいですが、そうじゃなかったら、まず一旦設定をした後に、まあ規模が小さいところも何個かあるので、そこは直轄地を自分のところに戻して発展させた後に、城主に任せるという形を取りたいですね。これで一応言ったかな。ユサですね。行きましたね。あ、違う違う、ごめん。スタートで決定、OK ですね。で、さらに城主指示で、城下発展ですね。これで OK です。そして、あ、移動可能な拠点がありませんということは、自分の、もしかしたら担当する城が、ないのかな？あ、ないんだな。なくなるんだ。なるほど。じゃあちょっと治安向上で見てみると、あ、今、三木城しか秀吉は管理してないということがよく分かったので、まあ、周辺の城などをね、また秀吉直轄に戻して、内政していきましょう。秀吉はですね、なんか史実を見ると、天王山の戦いの後は山崎の城に入ったみたいなんですけども、まあ、城がなかったんで、地図で見れるかな。ちょっとごめんなさいね。最初の方の説明が長くなってますが。ですね。多分ね、飯盛とか、芥川城あたりなんじゃないかなとは思うんですけど、この辺、そうだね。拠点にしてもいいかもしれませんね。はい。じゃあですね、まあ、鳥取城、僕はまだやり終わってないかな。そうですね、何個か担当をしてですね、この白地城なんていうのも要衝になりそうなんで、まあいつものね、内政を整えて合戦に行くパターンですが、今回は内政を発展させつつ、とりあえず外交で、まずは長宗我部あたりをですね、仲良くなっておこうかなと思います。それではスタートしていきましょう。さあ、ですね、ようやくいろいろ手配が済みまして、分かったのが、
与力に出す、そうですね、武将がちょっと足りないかもしれないので、今日の町とかでね、ヘッドハンティングできればいいかな。民家、民家。まあ何人かね、とりあえず一人でもいいから、ゲットしておきたいなっていうの、すげえな、この人。勧誘できないかな。難しいかな。ああ、まあ、そうだよね。過労閣が勧誘ができるので、内政がある程度整ったら過労閣に、そうですね。勧誘してもらおうかなと思います。今日の町に来たのは、まあ、御所も行きたかったし、ちょっと公家宅で、まあ、会ってくれませんよね。公家宅に行きましてですね。口添え？ああ、寄付ね。そっかそっか。朝廷にも寄付か。まあ、3万ぐらい。お上にはご機嫌うるわしゅう。菊手春末でござる。おお、天皇が出てきた。はあ、こういうこともあるんだ。はは、どうぞお納めくださりませ。大幅に認められた。うむ、苦しゅうない。なんか和睦的な、同盟的なことをやってもらおうかなって思ったけど、多分今、ドンパチがやってないからそれがないんだな。そうなると、とりあえず、長宗我部と同盟を組んでおきたい。長宗我部と同盟を組んでおきたいので、行きましょう。まだそれぞれが攻め込むための大義名分を持ってないんだと思うんですよね。一旦リセットされたというところでしょうか。おお、会ってくれた。外交で、とりあえず親善で、まあ、5万貫ぐらいは。そしてもう一回行って、お茶飲んでくれるかな？喜んでくれないか。ああ、戦艦。いや、譲ろう。同盟だろうな。従属っていう感じではないもんな。同盟。よし、オッケー。とりあえずこれでですね、内政に打ち込めるようになりましたので、内政に打ち込みたいかなと思います。ただですね、竹中半兵衛が病気になってたんですけど、多分史実的になったらもうちょっとで亡くなってしまう可能性があるので、まあいろいろ大変だよね。とりあえず三木城の規模をでかくして石高も上げて他の城に行ってという感じですね。よし、頑張っていきましょう。お、同盟中の長宗我部家から使者がお越しでございますが、同盟破棄かな。それがしこたびは主長宗我部元親の名代として、まかりこしました。王をして御用向きや、うわ、怖っ。は、当家と橋場家は同盟の間柄ということで良好な関係を維持しております。前置きが来たな。されど、近代の状況を見るにつけ、橋場家の方が、して、橋、
噛むな。はじばけの方が大きな力をお持ちなのは、もはや明明白々の事実でございます。それで？これほどの力の差があるのにもかかわらず、対等な関係でいるというのは、はしばけに対しまして失礼ではないかと。いやいや、当方はそのようには考えておらぬが。されど、釣り合いというものがございます。もしよろしければ、当家は、はしばけに居住いたしたいと存じますが、いかに。マジか。なんと当家に従属すると申されるか。はは。受け入れよう。願ってもない申し出じゃ、ありがたく受けよう。おお、お聞き入れくださいますか、ありがたき幸せ。今後も当家と吉名にお願いいたす。はは、それでは私はこれにて。よーし。人家の礼。よし。そういうこともあるんだね。ってことは、待って、一旦徳川とも同盟組んで、そうだな、そう考えたら柴田、あと織田の二家とも同盟を組んでもいいのかもしれない。なるほどね。オッケーオッケー。なんかちょっと見えてきたな。よし、頑張っていきましょう。殿、配下の者たちが面会を求めております。上司の間にお戻りください。どうした？大殿、ちとよろしゅうございますか。それがしに一計がございます。信長様の葬儀を行ってはいかがでしょう。なるほど。わしもそれを思案していた。信長様の後継者が誰であるのか、天下に示さねばならぬ。となれば盛大にやらねばなりませんな。うん、未だかつてないほど盛大な葬儀にせねばな。おお、羽柴秀吉は織田信長の葬儀を行った。葬儀の行列は幾重にも続き、信長の偉大さ、そして羽柴秀吉が織田信長の後継者であることを強く印象づけた。割と簡単に終わったな。大殿、お市の方様が柴田殿に嫁がれましたぞ。なんと、あの無骨者が、いや、武骨者がお市の方様と、もったいないの。のんきなことを申している場合ではございません。これは、織田信孝殿が、柴田殿を取り込み、我らに対抗しようというものでしょう。うむ、これからは織田信孝殿と柴田殿に正面からぶつかっていかねばならぬ。お主はもうそのことをよく考え、今以上に努めよ。はは。なるほどな。とりあえずですね、徳川殿のところに行って、同盟関係をね、考えていきましょう。いやー、家康水戸城にいたわ。遠い。ああ、よかった、会ってくれた。悪名。どうした、悪名。マジか。まずは茶でも。ああ、よかった、喜んでくれて。いやー、もちろん茶器なんてね、譲りますよ。そして、お金ね。同盟ってもう結んでんのかな、どうだろうな。とりあえず親善で、5万ぐらいいいかな。そしてもう一回城に入って、同盟お願いします。よし、よかった。これで同盟が結構組めまして、次は織田家の信勝ですね。信勝をとりあえず引き入れましょう。会ってくれればね、いいけど。あの宇津城ですね。いきまーす。あの宇津城来ましたが、ちょっと規模小さいですね、この絵だとね。会ってくれるかな。ほう、
会ってくれた。まず、茶でも。よし。お!いやいや、もう、茶器なんかもういくらでも譲りますよ。よし。そして、外交、親善だね。親善、親善。で、5万貫。おお、剣河の弁。旧傾斜を流れる、なんていうものかな。川の水のごとき、試みで滑らかな弁舌を持つ者に与えられる称号。よし。とりあえず、信雄同盟組めると嬉しいな。柴田殿もな、付け入る隙あると思うんだ。信孝だな。お願いします。よし。ふぅ、いやいやいや、オッケーオッケー。代表状とかってあんのかな。代表状あればね、もうちょっとで正月ですね。あー、